を祖父が目で見たっていうのが、まあ、初めて1ヶ月ぐらい日本で訓練旅行行くんですね。まあ、あの塾が違っとったもんでね、あんまり あれだけど、俺道で会うと挨拶するぐらいでね、あれだったけど、大体台湾から来るのは 2,3 人ですよね。だからすごい優秀ですよね。まあ、食料でもね、中国人には高粱、日本人には米とかね、朝鮮人には青とかね、そういうのがあっても、そんなことは一切差別なしに一緒にしてね、共同で食べようしって日本人が提案してね、やったということのように、実は日本人だって言って、クラスメートの男の子にちょっとなんか殴られたりみたいなこともありましたし、でも逆に日本にいるとなんかすごい中国人、この子は中国人なんだっていう風で見られたり、なんかどの社会にも帰属しない自分がすごく悲しくて、まあ、祖父がきっと自分が何人っていうのこだわりはっていうこだわりはなくって、まあ、世界どこでも我が家っていう精神でやっていたっていうことなら、まあ、私もその心を大切にしたいなとは思いましたね。